ビームのアーティストっていうのはなんか曲作ったりとか、 なんか歌詞作ったりとかそういうふうなことを課せられてる、まあ、例えばマニシとかだったらニッシーとかはだから曲作んないといけないし、ね、ミスルとかは歌詞作んないといけないし、ザードもだから歌詞作んないといけないし、バードって自分で歌詞作ってたんだっけ、よくわかんないけど、メンバーとかの その制作とかをしてない人たちとかは、うん、本当にもうジャケットとかそういうふうな感じだ、うん、撮影だけ、まあ、あとはね雑誌の取材は結構あるん でやっぱりいっぱい出た方がパブリシティにはなるんで、まあそれとかもね、だからそれの雑誌の取材の時もだからちゃんとジャケ写と同じぐらいの時間かけて写真撮ったりするから、そうするとそれでもう半日潰れるんですよね結局で、まあ、結構だからそこで喋んないといけないし、結構責任重いじゃないですか、その一言がいろいろあったりとかして結構大変だと思うんですよね。で全部メイクもして、メイクちゃんとやって、メイク落として髪の毛も全部やってっていうところで全部やってなんで、半日でもかなり疲れるんで、もうその日一日で結構もうあーって感じで飲みに行こうかみたいな感じだったりしますね。それがだからまあアルバムとかシングルごとになんかちょっとずつやって、それの雑誌がもう5社6社とか10社とかなんかそんな感じの世界になって、もう本当にもうこの時代1990年代とかになるとやっぱ音楽ブームだったんで、なんでそういう音楽関係の雑誌ってのはめちゃくちゃ多くて、でしかもだからそこになんかいろんな情報誌だったりとかなんかそういうコミュニティのやつが、もう本当にもう出れるものは何でも出ようっていう感じっていうふうなのがあるんで、結構取材っていうのはすごく時間を取るんで、例えばだからそのビーズがライブ用にリハーサルをしてる時で、芝浦スタジオとかそういう大きいなんかそういうコンサートとかやる人用の大きいスタジオがあって、もう PA のモニターとかまで全部組めるような、ほとんどだからステージと同じものがスタジオになってるみたいなところがあって、でそことかもだから半日は取材してましたね。ちゃんとまともになんかバーって朝なんか朝1時とか2時とかに行ったら、ちょっと取材なんでとか、まあ取材あるんで、4時入りですとかね、なんかそういうの結構いっぱいありました。だからあとはジャケ写行ってますとかね、メンバーはね結構だからその撮影関係とかだけ、その取材も含めたそれでね結構時間を取られます。もう全然リハーサルできねえじゃんみたいな。ただそのそれやったら間に僕マニピュレーターだったんで、データとかをいろいろできるんで、まあちょうどありがたいっちゃありがたいんですけども、まあ他の人とかはね暇してましたね、なんかすごい。